コニャック同盟戦争は1526年から1530年まで起きた新生ローマ皇帝カール5世とコニャック同盟の間の戦争である。イタリアをめぐる戦いの末カール5世が勝利した。1526年1月マドリード条約の締結で第三次イタリア戦争が終結した。フランスの惨敗に危機感を覚えた教皇クレメンス7世は ベネツィア共和国と共に、大神西ローマ帝国の同盟を模索した。その2ヶ月後、フランス王フランスは一世は解放され、マドリードからフランスに戻り、すぐにクレメンス七世の同盟構想に賛意を示した。これに、イタリア諸国も賛同して、コニャック同盟が成立した。同盟には、教皇フランス、ベネツィアの他には、 ミラノ公国のスフォルザ家とフィレンツェ共和国が参加したが、イングランド王国は不参加だった。イングランド王ヘンリー・パッセイが主導権を得られなかったことに不満だったからである。開戦して、すぐ、コニャック同盟はローディを占領した。しかし、皇帝軍がロンバルデアに侵入すると、スフォルザ家をミラノから追い出した。これを後期と見たコロンナ家はローマを攻撃して、 五百二十六年三月に同市を占挙したが、賠償金が支払われると引き上げた。ロンバルニア進行に続いて、カール・五世は、ゲオルク・フォン・フルンツベルク率いる、ランツクネヒト軍とブルボン公シャルル三世に率いる、スペイン軍を、ピアチェンツァで合流させ、ローマへ進軍した。強行軍の指揮官、フランチェスコ・ウイチャルディには、皇帝軍を押し止めるができず、ブルボン公が戦死すると、 給料の支払いが悪かった配下の兵たちは、ローマを略奪した。教皇はなすすべもなく逃げた。ローマ略奪での失態により、クレメンス7世は発言力を大きく落とした。教皇軍の脱落でフランスは強行になり、フランスは一世はやむなく、ヘンリー・パッセイとの同盟交渉を再び始めた。百二十七年四月三十日、ヘンリー・パッセイとフランスは一世の間で、 ウェストミンスター条約が署名された。ようやくイングランドを同盟に引き入れたフランスはロートレック伯爵とペドロ・ナバルをナポリへ派遣した。二人の率いるフランス軍は途中でジェノバを通るとアンドレア・ドーリアも仲間に引き入れた。フランス軍はナポリに到着すると死を包囲した。しかしドーリアはすぐにフランスを裏切りカール5世に雇われた。ナポリの包囲も 薬病の流行で、ロートレックもナバロも病死したことで解体した。ジェノバはなおもフランス軍の拠点に留まったが、それもアンドレアドーリアに包囲され、サボーナでの投降を余儀なくされた。ランドリアーノの戦いで救援に来たサンポルハクフランソワ一世が大敗すると、フランソワ一世のイタリア支配の野望はついた。強行クレメンス七世、ルイーズドサボアフランス軍が倒されたことで、 フランソワ一世は平和交渉を始めた。正式な交渉は1529年7月、カンブレーでは始まった。しかし、その主役は二人の王ではなく、その女性親族である、ネーデルラント総督マルグリット大公女と、フランス王フランソワ一世の母ルイーズ・ド・サボワだった。この二人が交渉にあたり、条約を締結させたことから、その平和条約は貴婦人の和訳と呼ばれる。 条約の内容は3年前のマドリード条約をほぼ踏襲する形となっていた。フランソワはフランドル、アルトワ、トゥルネーの総主権を放棄した。カール5世の政府の監視下に置かれてマドリードで人質生活を送っていたフランソワ1世の2人の息子、フランソワとアンリは200万円級の身の代金と引き換えに解放された。しかし、マドリード条約と違い、 フランスは一世にとって屈辱的であるブルゴーニュ公国放棄は取り消された。また、ブルボン公の処遇に関する条項も本人が戦死したことで自然消滅した。このカンブレイの和訳は8月5日に署名され、フランスが戦争から脱落した。ジェノバにいたカール5世は次にボローニャで教皇と会談した。教皇はローマ略奪に参加した兵士を許し、 カール5世への退官を認めた。その対価として教皇はラベンナとチェルビアを得た。これらはベネツィア共和国がカンブレー同盟戦争のマリニアーノの戦いの勝利で得た領地を保持するためにカール5世に献上した土地である。最後にフランチェスコ・マリア1世は90万スクーリを支払うことでミラノへ戻ることを許された。ベネツィアの反対で カール5世のアレッサンドロ・デ・メディチをミラノ港に就かせる計画がお流れになったためである。皇帝軍がフィレンツェを鎮圧したことで支配者となったアレッサンドロ・デ・メディチ。フィレンツェ共和国だけはオラニエ港フィリベールド・シャロン率いる皇帝軍に抵抗し続けた。1530年、フランチェスコ・フェルッチョが指揮したフィレンツェ軍と皇帝軍がガビナーナの戦いで決戦し、 オラニエコを戦死させたが、戦い自体は皇帝軍が決定的な勝利をつかめ、その10日後に共和国が投降した。フィレンツェが鎮圧されたことで、アレッサンドロデ・デメディチがフィレンツェ公となった。ありがとうございます。